すまんな、わざわざ足労を願って。話というのは他でもない、修繕中だったかの破損武器のことだ。結論から言おう。あれだけが何者かに盗まれた。そしてまだ犯人は見つかっていない。先日工房に侵入者が入った。おそらく先日あったダーカー教習のドタバタにつけ込んだ侵入だ。だが侵入者は完成品や設計図、データなどには目もくれず、あれだけを盗み出していった。未だ修繕は完璧ではない。形こそ整っているが、あれはまだ壊れていて使用は不可能じゃ。それは一目瞭然のはずなのに、なぜわざわざあれを盗んだのか知りゃわからん。だがな、少し嫌な予感がするんじゃ。あれを直している時にも感じていた。うごめくような何かの気配が強まっている気がしてな。話が逸れてしまったな。とにかくすまなかった。わしを信じて預けてくれたのに、この体たらくとは。しかしあの破損武器は一体何なのか、侵入者はなぜあれを盗んだのか、わしには何一つわからぬ。ただ不気味じゃよ。もっと強くなってダーカーを消せるかだけです。教えてください、どうして彼女が死ななければならなかったんですか。どうして彼女だったんですか。彼女は才能はないけど努力して必死に頑張ってきていたのに、ようやく夢を叶えようとしていた、それなのに。すみません、意味のない質問でした。何も考えず全てのダーカーを消せばそれで終わりですよね。うん、分かっていました。それが僕にできる唯一のことで無二のことのはずですから。私には感謝することしかできないから、せめてそれぐらいはきちんとしないとね。でも平和って何なんだろうって私時々思うんだ。私や町の人は平和に過ごしてるけど、アークスのみんなは戦って傷ついて平和と無縁の場所にいる。何を平和って言うんだろう。どうしたら全部が平和になるんだろう。思い出せない。うん、わからない。平和ってどういうことなんだろう。また変なこと言ってるね、私。うん、分かってるよ。分かってる。
あなたがいる。大丈夫だって分かってる。新たなマターボードが生まれた。子は事実と真実の端境期にありしも、私たちは信じる。あなたの成就と結末を。あなたはどうか、あなたを信じてほしい。あなたの成したことと、成すべき